全国の皆さん、こんばんは、元ヤクザの G です本日のお話は、絆界がヤバい、組織は崩壊状態、若い収に動きあり、について語らせていただきます リスナーの皆様、こんばんは、私、G の妹分、秘書役のまどかでございます。まずはじめに、本日動画配信する予定であった、続編、山マ組 VS、倉本組のお話を急遽変更させてもらい、また数日前に、絆界の最新情報が入ったため、今日は、絆界のお話となりますが、この点は、ご理解のほどよろしくお願いします。それでは、引き続き、G の兄貴、よろしゅうにお願いします。 G 探偵局の情報によりますと、絆会は香がしらの座布団に座る、金沢茂げこと、金茂駅が2020年に長野県宮田村で、発砲事件を起こし、全国指名手配となってましたが、今年の2月に、潜伏先である、仙台市のアパートにて、金沢は身内の者に密告され、当局に逮捕された、だが金沢は、逃亡中に水戸市で、暴力団幹部を射殺した疑いが強まったため、金沢の身柄は、長野から茨城に移送され、やはり別件で、金沢刺激は茨城県警に逮捕された。 実はある人物が私に言うには、水戸発行事件の件で、金沢が長野から茨城に移送され、逮捕される約2日ほど前に、絆会率いる小田義則の本宅がある、神戸品型宅通称、ブラックハウスに数人の若い衆が集まっていた。だが不思議なことに、若い衆が乗ってきたと思われる、ミニバントエコカーの2台の車は、48時間以上本宅から動くことはなく、またブラックハウスを毎日警護していた覆面パトカーは、なぜかこの日だけ機動隊のバスに変わっていた。このような理由からある人物は、私に連絡を入れてくるなり。 おいじいよ、絆界に何度動きがあると。とある人物は私に言ったのであります。ちなみに織田義則はブラックハウスに籠城しながら、 日々悩んでいるというような噂もあり、また何に悩んでいるかというと、このまま悪魔となり、ヤクザを続けるか、それとも天使と変わり、もうそろそろ仇になるか、この二つの道を悩みながら、思考していた。そこで私とある人物は、このような見立てを立てたのであります。G.O. これはあくまでもわしの見立てやが、なぜブラックハウスには回収がいきなり集まったか、おそらく小田は。 数日後に水戸の県で、金沢が正式に茨城県警にパクられるという情報を掴んでいた。またこの県がニュースで世間に流れれば、言うまでもなく、六代目山口組は、用意スタートのごとく開始をしてくるのではないか、と思った織田は、策を練るために、急遽ブラックハウスには回収を集めた。そして一方の札も、織田と同じことを考え、この日だけは特別に、機動隊を配備したんとちゃうやろか。とある人物は、私に言ったのであります。 ある人物さんよ、わしもあんたと同じみたてやが、実はブラックハウスに絆のは回収が集まった日に、ある片木の人が、ハウスに泊まっている車両の動画と、また片木さんは、この日の夜にサイドハウスに向かい、写真を撮り、じいさん小田会長の本宅は電気がついてましたよ。とわざわざ写真を送ってきてくれたんや。と私は、ある人物に言った後に、この写真を LINE で送った。じいよ、その片木さんは、何のためにハウスを見張っとんのや。 一体何者や、片木という名の、ヤクザモンとちゃうんか、例えば六代目側の密定部隊。とある人物は、不思議そうに私に問いかけてきた。ある人物さんよ、そんなわけないやろ、この片木さんは、前の動画でも話をした、熱狂的な小田義則のファンや、それにな別に、ハウスを見張ってるわけとちゃうんや、仕事の行きしなと帰り道に、ハウスの前を通り、何か異変があれば、わしに教えてくれるんや、また時には、先ほどにも言うたように、取り立てほやほやの写真や、動画も送ってくれる。と私は、 ある人物に片木さんの話をした後に、再度ある人物に向かって。織田は毎日欠かすことなく、あらゆる場所に設置された防犯カメラの画像をスマホで確認しとる。また不審者にも敏感になってる。つまり用心深い織田は、この片木さんの行動をすでに把握している可能性が、非常に高い度。ある人物さんよ、ちょっと話がずれたが、話を元に戻すと。 先ほどにに、も話をしたよう織田は茨城県警の情報を掴んでいた。そして織田は若い衆をハウスに集め、この者らに向かって、2日後に金沢神との一審会の件で、正式に札にパクられる。もしかすれば、6代目が何らかのアクションを起こすかもわからん。お前ら用心しとけよ。東田は若い衆に当然言うてるやろ。と私は、ある人物に見立ての話をしたのであります。じいよ、それだけの話であれば、数時間で終わる。別に若い衆がハウスに48時間以上も、待機する必要はないやろ。 とある人物は、再度私に聞いてきた。そこで私はある人物に向かって、あんたが言うように、そこの部分がようわからんのや、わしが思うには、息抜きがてら、特注で作った、でかいサイコロを振りながら、ちんちろでもして担当ちゃうか、と私は答えた。ああ、そういえば、ちょっと前に世間に流れた、絆会と池田組の組織名簿を目の当たりにしたときに、これは名簿ではなく、各人の個人情報やとわしは思った。それには下長年役座をしとったが、あんな組織名簿は、初めて見たわ、大体名簿注文は、 事務所の住所や電話番号が大半やが、あの名簿には誰々が音信不通、または病気で入院中、その他にも事細かい情報が記載されていた G を羊毛モこまで調べられるもんやな。とある人物は感心しながら、組織名簿の話を私にしたのであります。<noise> これも前にした話やが、六代目には密定部隊があり、こいつらは三つの部隊に分けられ、絆会、池田組、神戸山口組の内情をこと細かく調べ、また組織のものしかわからん、内部情報まで掴んでいる。その情報というのが、あんたが先ほどに言うた。名簿に記載されている個人情報や、よう考えてみ、対立組織のものが、こいつは病院に入院している、あいつは音信不通になっている。こんなことは、到底わかるはずがない。要は絆や池田、神戸には、 六代目側に情報を流す。犬がいてるということや、また前もって詳しい個人情報を掴んでいれば、時間をかけずにいつでもピンポイントで的を狙える。つまり必殺仕置人は、常に小田や池田、井上をどこかに潜みながら、日々監視してるということや、そしてこのことをどこの誰よりも分かっている。先ほどの三名の男たちは本宅に籠城しながら、毎日ストレス発散のために筋トレをしている、とはしわをもとんねん。それともう一つ、言い忘れていたことがあった。六代目山口組は、 SNS にはかなり敏感で、YouTuber に組織の情報を流すな、と響いているが、今回は SNS を使い、組織名簿を拡散させた。なぜならばこの方法が一番手っ取り早く、わしらは、お前らの動きは全て把握してる、と遠回しに威圧をかけた。<noise> ある人物さんよ、金沢は組織のために己の体をかけ、長野と茨城で事件を起こした。しかも金沢は、絆のかしらや、本来ナンバーツが、自ら体をかけたら、言わずとも組織の士気が上がるのが当たり前の話や、ですが絆は逆に士気が下がった。また金沢が逮捕されて以降、数人の直参が土星の世界から引退したことで、絆はさらに組織が弱体化した。長尾田は、金沢のことがある以上、仇にはなれん。しかしながら絆は、遅かれ早かれ、必ず消滅する。と私は、己の思ったことを、ある人物に言った。 G をよ、ところで絆会から、三代目行動会参加の内組警言高いに移籍した、元古川組の残党で、A という男がおるんやが、なんやこの男の話では、金沢が潜伏していた。先代のアパートを札に密告したんは、小田屋というトンネ、お前この話どう思う とある人物は、私に聞いてきた。私はある人物に向かって、確実にそれはない。今やから言うが、実は、絆界の B という若い衆が、長田区に在住する、C 子という女を使い、わしに色々ろおだの情報を流し取った。しかし金沢が水戸の件で、札にパクられたというニュースが、世間に流れた日から C 子とは、一向に連絡が取れん。 そしてわしがラインを送っても、既読がつかんおそらくブロックされてる。だが不思議なことに、シーコは毎日と言ってよいぐらいに、X にポストをしてるんや、ちなみに音信不通になる前にシーコは、わしにこのようなラインを送ってきた。その内容というのが、金沢のかしらが、 先代で当局に逮捕された時に、小田会長は、絆会の執行部の者に、なんで金沢の潜伏先が分かったんや、と動揺してました。また金沢さんが、完全目標貫いたとしても、親分と子分の暗黙の了解で、もしかしたら首謀者となり、小田会長も逮捕されるかも分からんという話も、実際にありました。というようなラインが届いたが、おそらく、このラインの内容は、 絆界の B から C 子に送られ、わしに届いた、という流れや、また B という男も、いずれ絆会から、六代目川に移籍する、とも言うとった。まあ何はともあれ小田は、金沢が札にパクられたら、非常に困るんや、その織田が金沢を、札に売ることはまずない。これは、織田義則を陥れるために、元古川組の残党が、流したるふや、もしかすれば、絆会の B が移籍する組織は、ゴン高いかもわからんな、と私はある人物に言ったのであります。 絆界率いる小田義則は真の首謀者なのか、そして絆界は個性の世界に生き残れるのか、修羅となる六代目山口組のお話である。最後に一言、今回の絆界のお話も前編後編の二部構成となりますが、この点はいつもながらご理解のほどよろしくお願いします。それでは本日もご視聴いただき、ありがとね。 よければチャンネル登録並びにグッドボタンの方もよろしゅうにお願いします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。